はこんな感じでセーラー服に着替えてみました。いかがでしたか？この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ツイッターやインスタグラムもやっているので、よかったら見てみてください。今日もありがとうございます。ゆいでした。